12時とか二次会とか行くと普通に1時とか行くときあるし。皆さんじゃあ新卒に戻ったら、うん、今やってるスタートアップとサイバーどっち入りますか？一つの怖さって年収とか安定性にあるなと思って、そこの怖さとどう戦ってたんですか？いや、年収下がるのはもう明確に分かっていて、はい、ありがとうございます。1月19日の6時15分なんですけど、はい、朝早くからありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。本日は前回サイバーエージェント1日密着をさせていただいたひなさんという方がスタートアップ企業に転職されたということで、生活スタイルであったり働き方も変わったということで、その転職先での働き方を密着させていただこうと思います。前の動画見ましたか？はい、見ました。キラキラしてるなと思って、はい、キラキラな女性苦手なので。あ、そうなんですね。頑張って密着します。お邪魔します。たらーん。忙しい忙しい。髪乾かします。乾かしてるところを見て撮っていいですか？すごい。どういう会社に転職したんでしたっけ？シンガポールのエドテックっていう教育かける ICT のサービスを提供している会社に転職して、はい、うんうんうん、5月にジョインしてパートナーサクセスやって、9月から営業も兼任というか両方やり始めるみたいな。おー、でもちろんスタートアップだからさ、採用とかもみんなでやるし、はい、なんか職種は決まってるけど、はい、決まってないみたいな。必要なこと全部やるみたいな。そう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 。皆さんがなんか前言ってたのが、うん、今度インドに転勤するかもしれないみたいな。うん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 。は来年でしたっけ？今年の9月。すぐじゃん。やばくない？え、マジ楽しみなんだけど。ひなさんめちゃくちゃポジティブっすよね。そう、でも行きたくて仕方なくてさ。時空めっちゃしっかりしてますね。そうかもね。やりたいことは結構はっきりしてるかも。手段はね、何でもいいんだけど、ビジョンはぶれない。ビジョン一言で言うと、世界中ハッピーにするどうや着替えるので、じゃあ、はい、締めますね。はい、着替えます。もっと締めたい。どうよか。たたーん。なんか最近のひなさんどうとかありますか？妹的に。相変わらず仕事以外何もできない。仕事以外何もできない。前も言ってた気がする。じゃあ仕事始めます、はい、疲れ溜まったりしないんですか？溜まった時はもう土日に超寝る。終わるのが9時ぐらい、10時ぐらいですか？12時とか。いつも二次会とか行くと普通にね、1時とか行くときあるし。仕事に全振りって感じですよね、ずっと。そうだね、本当に。一生そうかもしれない。でもそれが楽しいってことですよね。あ、そうそう、楽しくないとできないよね。まあ確かに。人生の長い軸でのキャリアプランとかって考えてますか？そんなにかな。やりたいことやってたいなとは思ってて、うん、でその時にちゃんとできる状態でいたいっていうのはあるけど、具体的にこの何歳で何やっててみたいなところはそんなに強くないかな。うん、ただアジアアフリカに行きたいっていうのは、うん、まあ、もっともっとずっと思ってたし、うん、それは30歳までに行って3年住むみたいなのは経験したいと思ってたのね。だからそこは達成できてるかな。今4年目だから26歳の年です。26歳。ね、結婚願望とかはありますか？もちろんしたい。子供も産みたい、3人くらいって考えた時に、やっぱりそのアジアアフリカにその前30前に3年行っとくっていう、そう考えるとギリギリ今のタイミングというか今年行くのがデッドラインじゃないけど。そうだよそうだよ、結構行き急いでると思う。なんか確かに僕めっちゃ行き急いでる感感じてる。あ、そうだよね。うん。 Oh yeahSo, like, you went to Kanazawa, right? Like, for the end of the year? Yeah, how was it? Okay, so, let me play for each one for this opportunity.ミーティングお疲れ様です。大変でしたか？そうね、なんか一個一個の案件がすごく大きいので、ステークホルダーも多いし、関わる人も進めるのがすごい時間かかったりはするなぁ、なるほど。皆さんじゃあ新卒に戻ったら、はい、今やってるスタートアップとサイバーどっち入りますか？サイバーエージェント。その心は？まずスタートアップに、まあインターンしたことがミャンマーでね、インターンしたことがあって、学生時代に。ミャンマーでやったんですか？ミャンマーで。チェインさんとかマジほぼいないし、なんか5名以下という感じだったのね。みんななんかやること全部やろうみたいな感じで、はい、ふわーって動いてて、自分の中で型もないし正解もないから、すごい手こずって学ぶのにも時間がかかったから、最初に入る会社はある程度教えてもらえる環境がありつつ、ただ裁量を持って働きたいっていうのをすごく思っていたから、サイバーエージェントが一番かなって思ってる。なるほど。入社するときはの面接とかでは3年ぐらいで辞めますとか言って入ったみたいな感じなんですか？あ、そう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 。人事にはもう言ってて、2年後3年後くらいでこれをチャレンジしたいですみたいなってのは言っていて、でそれがサイバーエージェントでできるんだったらやりたいですし、まあそうじゃなかったら抜けるっていう自分の思いとか考えてることをフラットに素直に伝えてた。なのでそれでも取っていただけたっていうのは
なんかすげえ会社だと思う、マジで。本当そうです。ところの、はい、スタートアップに転職する時の一つの怖さって年収とか安定性にあるなと思ってて、そこの怖さとどう戦ってたんですか、転職の時。はいはいはい、いや年収差があるのはもう明確に分かっていて、はい、怖くなかったんだよね。あ、その理由はなんか今は別にお金って何のために必要だろうって思ってたの、はい、自分のある程度買いたいものとか、うん、ご飯食べたいとか友達と飲みに行くとか、そこのミニマムが達成されていれば別にそんなにそれ以上のお金っていらなくないって思っていて、そこのうちまずバーが低いと思うのね、はい、将来的にはもちろん自分の力でずっと防げるような人にやっぱなりたいなって思っているから、はい、今お金を取るんじゃなくて、はい、スキルを身につける方にフォーカスしてるんですよ。あー、なるほど。いかにしてこう、はい、自分のキャリアを強くなんかできるかみたいな、どうやったら自分がビジネスパーソンとして強くなれるかっていうところにまずファーストプライオリティを置いててフォーカスしてるから、それでしかない。もう最終的にお金って稼げんじゃったけど、はい、力つければ何だってって思ってる。へえ、すごっ。食べよう。めっちゃすごい。せーの、いただきまーす。いただきまーす。はい、どうぞ。お家で食べれるクオリティのお蕎麦じゃないんです。いや、ほんとそうね。仕込みが前日から入る。え？いや、ひなさん、これ当たり前じゃないっすよ。ありがとう、ママ。あの、前取材した時は、うん、サイバーの社員さんだったと思うんですけど、うん、3年目の時に転職したと思うんですよね。転職した理由は何ですか？もともと教育の領域に行きたかったのはずっと思ってて、タイミングとしては転職先に出会っちゃったっていうのがそのタイミングだったから、そこで転職した。ただなんか毎年年末になんか自分を振り返って、自分のやりたいこととか何かできているのか、自分の行きたい道、キャリアに向かえてるのかっていうのを振り返るのね。それをまあ2年目の年末に振り返ってた時に、次そろそろ3年目で節目だし、なんかネクストステップ考えようかなみたいな感じで探し始めてヒットしたって感じ。へー、良かったですか、転職して。そうだね、良かったのでもいっぱい理由あるんだけど、うん、まあでももともとそのアジアアフリカで働きたいっていうところが短期で結構達成できそうだなっていうところは、まず自分のやりたいことを一個クリアできてるっていうところと、そこでやりながら、まあ、ちゃんと自分が事業をこう立ち上げたりとかクロスさせるっていうことができるっていうなんかスキルとか状態に持っていけたらもうベストだなって感じ、うん、じゃあちょっと一旦食べます。食べて。確かに伸びちゃうよ、しゅんくんの。カチ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 。幸せな生活ってこういうことになろうね。それ前の動画でも言った。でも言ってた。一定の時間空くから。確かに。毎回新鮮な気持ちある。僕のイメージなんですけど、サイバーエージェントってなんか辞めづらいイメージがあって、はいはい、そんなことなかったんですかね。辞めにくい部分もあるし、今ひなさんのような輝く働く女性になりたい、輝いてないんだけどね。アドバイスとかメッセージとかってありますか？